こんにちは、うさぎ飛びチャンネルでございます。今回は最大2000人が同時に遊べるグランド RP ロールプレイサーバー関連の動画となります。まだ始めてない人は概要欄のリンクから登録していただければゲーム内マネーなど多少お得な特典がついてきます。パソコン版の GTA5 があれば無料で開始できますので、まだやったことがない人はぜひ遊んでみてください。さあ今回はですね、うちのファミリーの活動についてちょっとご報告というか、そんな感じの動画になります。これまでですね、うちのファミリーは非戦闘組織としてですね、極力銃撃戦とかはやらないでいろいろ遊んでいこうということで、事業買収というファミリーのイベントに参加してかくれんぼをやってこそこそとポイントを稼いで、なぜかランキング上位まで結構来てしまったというような、よくわからないファミリーでして、でこのイベントが結構楽しくてですね、他のイベントにも出ようよってことで今いろいろと試してるんですけども、その中にはですね、どう考えてもかくれんぼだけではやりきれないようなイベントもありまして、やるからには勝利は目指したい、だけど極力いざこざは起こしたくないということでかくれんぼでやってきたんですけども、イベントによってはちょっと銃撃戦もやろうじゃないかということになりまして、でこれまでね、非戦闘ファミリーというような歌い文句でやってきちゃったんで、一応これを言っとかないと、なんだよ銃使うんじゃねえかって言われちゃうんで、これからは、ちょっとですね、なんちゃって傭兵部隊ブラックラビットこと黒ウサギとしてイベントの中では銃を使おうかなという感じでやっていきます。ただかくれんぼはかくれんぼで楽しいんで、それもやっていく予定です。最初はね、逃げ回ってわーわー楽しく遊んでたんですけど、本当にさっき言ったようにイベントによっては逃げ回ってるだけじゃどうにもならないイベントもありまして、やられるのはね全然構わないんですけど、最初から負けが決まってるゲームをやってても全く面白くないので、やっぱりやるからには勝ちを目指したい。で、もともとですね、なんで銃撃戦をやらないかというと、この街の中でですね、ファミリー間とかギャングの間とかでの、その通常の街中で、イベント外ですね、そういった中でなんかファミリー間とかのいがみ合いとかそういうのが嫌だったんで、うちは平和に行こうじゃないかということでやってきました。で、その上でですね、いくつかイベントに出てて、このイベントでこういう感じで動いてれば別段通常の街中でなんかいがみ合いになることもないだろうと判断したものに関しては、銃撃戦とかもやろうと思ってます。もともとはね、銃撃戦自体が嫌だということよりも、街で会った時とかにね、なんだこの間のあいつじゃねえかみたいないがみ合いになるのが嫌で、ずっとこういったスタイルを貫いてきました。で、一応ファミリーさんの間でも、ファミリーに悪影響がなければいいんじゃないのというような意見だったので、ちょっと今回は改めて宣戦布告というわけではないですが、ことイベントの中では銃を使うかもしれません。そうなると僕、今までバトルパスとかで入手できる機会のあったレアな武器とか全部ポイントに変えちゃってたんだよな。こうなってくると武器もちゃんと揃えたくなっちゃうんですよね。もともとはやっぱりね、車と同じぐらい武器関係も大好きなんで、だからこういう状態になるとね、服から銃から全部綺麗に揃えたくなっちゃうんですよね。とは言っても、もともとですね、こういった FPS のゲームみたいなやつで人と打ち合うっていうのはもうまるっきり苦手なんで、銃を使ったからといって勝てる自信は全くない。で、最初に言った通り、うちのファミリーっていうのはもともとが非戦闘というような感じで進めてきたので、そうするとですね、正直参加できるイベントがないんですよ。で、ファミリーさんの数もそこそこ増えてきて、じゃあみんなで何かやろうかって言った時に銃を使わないってなると、まず出れるイベントがないというか、出たとしても数秒でやられてただ帰ってくるだけというような、よくわからない時間の使い方になってしまうので、みんなで何かしらのイベント等を楽しむために多少戦いも身につけていかなきゃいかんということになってます。で、時間のあったファミリーさんの人たちにはね、このあたりご相談もさせていただいたんですけど、この動画でそうなのっていうふうに初耳の方もいると思いますんで、ちょっとそのあたりご了承ください。多少銃を使います。で、話を聞いてる限りね、うちのファミリーさん割と銃撃戦苦手だっていう人も多いんで、他のファミリーの方々お手柔らかにお願いいたします。さあ、全然話変わるんですけど、先日のアップデートで追加されたクラフトでのペットの作成のパンダ、今あれに着手しているんですけど、地獄ですね。一回失敗しまして、キノコとイチゴが山のように飛んでいった。で、そのあたりはですね、さすがにあの数は一人じゃ集められないんで、結構な数はストックしてたんですけど、全く足りなくて、
ファミリーの方々にちょっとご協力いただいて集めたものを売ってもらうような感じで、一生懸命今キノコとイチゴを集めてます。まあそもそもペット自体を持ったことがないので、それが何なのかもよくわかんないままなぜかチャレンジしてるんですけど、まあそういったねアップデートの内容もあって、前回の動画でも言ったように今海辺の市場ではキノコとかイチゴが結構高値になってきたりとかしているようですけども、まあこれもね、前回の海賊船イベントの始まりの時はダイヤモンドとかが高騰したりとか市場の変化がすごくあるのでね、またこれがしばらくしたら落ち着いてくるとは思います。あと今回の学校イベントは前回の海賊船イベントのように素材をポイントに変えたりすることができないので、通常の課題を全部クリアしていくしかないんで、なかなかちょっとポイントを増やしていくのは大変なんですけど、とは言ってもですね、実際問題、そのポイントを集めてじゃあ何するんだって言って、お店のポイントで購入できるお店を見てもそんなにこれだって欲しいものがないので、何に向けて頑張ってんだかよくわかんないんですけどもまああとはこのイベントというのが結局いつまで続くのかっていうのが謎のまま進んでいくので、海賊船イベントの時もいつ終わるのかわからないままずっと進んでたんで、それが分かってればね、車を取ろうとかバイクを取ろうとか服取ろうとか目標も立てやすいんですけども、そのあたりがよくわからない。で今行われているバトルパスに関してもそろそろ終わりが来るんじゃないかとは思ってるんですが、一体いつまで続くんでしょうか。でまあ僕はバトルパスは一応220レベルまで行ってしまって、もうレベルを上げる必要がないので、それまでが必死こいてバトルパスやってたんで、なんか燃え尽き症候群というか、なんか急に時間が空いちゃいまして、やることないやって、何しようみたいな感じになってまして、でじゃあ化石のマップでも使ってなんか探しに行くかっていうと、今とんでもない競争率になってるので、あっという間に化石のマップから物がなくなる。まああとはちょっと前の動画で紹介したように、うちのファミリーさんでね、砂漠のスカーフをめちゃめちゃ集めにかかってる人がいるんで、ちょっとそれを真似て僕も今宝探しを一生懸命頑張ってる感じであります。でまたね、そのうちまとめて全部ガチャを引くんで動画にてご紹介したいと思いますが、これまであんまりいいものを当たったのをお見せできたことがない。ちょっと引きが弱すぎる。今現在かけらとかね、かなり溜まってるんで、もうちょっとしたら、まとめていくんで楽しみにしていてくださいって。全然当たんないじゃ楽しみも何もないよな。見てて全然面白くないだろうな。まあそんな感じでですね、今回はうちのファミリーが、ちょこっと銃も使いますぜというご報告でした。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。